はいどうも、えー、みずにゃんです、えー、本日の動画なんですがあの迷惑 YouTuber ヘズマリューがね、えー、ラファエルたちに刑事告訴されるかもしれないというお話になってます <laughs> いやー嬉しいなーまあ、事の経緯について簡単に説明するとヘズマリュうっていうのは、えー、渋谷などで撮影しているいろんな YouTuber に突して。 でカメラを回しながら強引にコラボを迫る企画をやってる YouTuber ねで今のところ被害者はジュキアレペゼン地球の銀太禁断ボーイズ、えー、これこれラファエルガードマンあたりなんだけど一番ね話題になったのは渋谷で撮影してるガードマンに突した時に iPhone を壊されたでその動画が Twitter で拡散されて何百万再生って言ったんだよね それで「あヘズマ竜」へずまってうのがいるんだって多分知った人、えー、一,一気に増えたんじゃないかなと思います。でまあこの件をね、まあ、きっかけにして「こらえー、これ」と「ガードマンが」がボタンのかけ違いまあ簡単に言えばヘズマ竜がね、えー「これこれ」と「ガードマン」にちょっと違う説明をしていてでそれによって「これこれ」と「ガードマン」がボタンのかけ違いで喧嘩をする羽目になった。 でそのことでまあそのみんなの記憶にね、えー、新しいと思うんですよでそんなヘズマんなんだけど一回こうラファエルがテンチムと渋谷でコラボ撮影している時にも嫁ってしつこく、まあ、コラボを申し込んでたんだけどでその時にこうラファエルが、えー、仮面を剥がされそうになったりで追っかけ回されててでテンチムがすっごいね怯えてるような感じになってたりとかしたんだよね。 でまあ、それをきっかけにラファエルはヘズマ竜へ法的措置を取ろうとしてた。でヘズマ竜とラファエルはヘズマ竜にこれ以上迷惑行為はしないという誓約書を書いてもらうことで、まあ、合意をして落ち着く予定だったんだけれどもで3月の27日に予定していたそのことをヘズマ竜がドタキャンして3月29日に投稿した動画でヘズマリュ偽は 行く価値がないいと思いましたこれからも迷惑行為は続けていこうかと思いますとで誓約書の、ね、話を保護にするような発言を繰り返し、まあ、行ったんだよねでヘズマリューの主張としてはえラファエルに殺害予告をされたということなんだよでラファエルからすればでヘズマリューに凸をされて迷惑行為をされたとでそれはまあ営業妨害なんじゃないかと。 で、仮面を剥がされそうになったりするのも、えー、暴行罪じゃないかというような主張なんだよね。でその後、えー、ラファエルは、えー、これこれを交えてで、弁護士とコラボ動画を撮影してで、そこでヘズマーに迷惑行為をされた YouTuber を集めてで、ヘズマーを刑事告訴する、まあ、意向を発表したんだよね。で、まあ、今後ね、えー、もし仮にこうラファエルがヘズマリにーに ヘズマ竜のことを、まあ、刑事告訴するようなことがあれば、まあ、これ刑事告訴これ受理をされれば警察はまあそれを捜査するんだよ。でもちろんヘズマ竜も、ね、警察署にこう呼び出されて、まあ、事情聴取を受けることになるんだよね。で、まあ、その後ね、えー、け警察が調べた結果、えー、その内容を検察に一回送置をしてで検察官がまあ起訴するか起訴をしないかっていうこの処分を まあ決めることになるんだけれども、まあ今後ね、こうラファエルが本当にまあ刑事告訴をするのかどうかは現状わ、えー、かりません。で、まあこういうことがあってね、まあ僕自身まあどう思ってるのかってことを簡単に説明をするとね、まあその今日実は僕ね、えー、ツイキャスをやってて、でそこにヘジマヘズマリュウがね、まあコメントで遊びにこう来てくれたんですよ。で。 まあ僕は喋りながらでヘズマリュウはコメントなんだけどまあそこでねまあちょっとえコミュニケーション取ったのねでまあヘズマリュウにラファエルにえ刑事告訴されるけど大丈夫なのって聞いたら普通に「大丈夫っす」って言って何もなんかそのねえ意に介していないようなまあ感じだったりとかしたんだよねまあだからヘズマリュウからすればねこれラファエルとのね一見はこれ民事だから民事に 警察は勧誘できないでしょっていうなんかいつもの逃げ方なんだろうけれども正直ねまあぶっちゃけこれラファエル自身からすれば営業妨害っていうのもなんとなく分からなくはないよねっていうところでもあるしでヘズマリュウからしたらこれちょっとユーチューバー同士のじゃれ合いだからそれで済ませてほしいってまあいうね気持ちもあるんだろうなというふうに僕はね感じてる。で まあ正直ねこれラファエル・ヘズマーのこれ台本じゃないかなっていう線もまあ俺はねぶっちゃけこう考えてるところもあるんだけどまあその台本の話に関してはまあちょっとねこれはまあ今控えようかなというふうに思ってる。で最初で僕自身やっぱヘズマーはこういうユーチューバーって全然今までこういなかったからまあ面白いことやってんなって思ったんだけれどもただヘズマー自身がちょっとね多が外れてるところがあるんだよね。 で普通にまあその男のユーチューバーとかだったらまああのまだね対処できると思うんだけどまあ天ジムがさ怯えてたじゃんで普通さあんなヘズマリューみたいな体が,がいいやつで背が高いやつがとつってきてしつこく追っかけ回してきたりとかしたらまあやっぱ女の子って怯えるのが普通だと思うんだよねまあ怯えると思うんだよ女の子ってだからまあそういうところのなんか配慮がない のはちょっとヘズマ竜マジでこれやばいやつなのかなって行かれてるやつなのかなって思ってでそれからちょっとと俺はドン引きをし始めたところがあるんだよで、まあ、いつかなんか俺ヘズマ竜はやらかすんじゃないかなって思ってたんだけれどもやっぱり案の定ちょっとまあねあのやらかしちゃったねっていうまあ感じはまあ僕の中ではしてる。 で、じゃあヘズマリュウってじゃあ今後伸びるのかどうかって言われたらまあ俺は今後見てみなきゃわからないとは思うんだけどヘズマリュウ自身はまあちょっとね早い段階でまあ方向転換した方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんだよね。で、まあ、これからどん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 いろんな YouTuber にまあ突してで迷惑行為を働いたとしてもそれってまあその自分のコンテンツじゃないじゃんあくまで炎上商法なわけじゃんで。で まあこれより人とかもやってるけど炎上商法って正直ねやってる時は数字はついてくるけど炎上商法でついたリスナーっていうのは炎上商法が終わったりとか炎上商法もエスカレートしなくなったりとかしたらやっぱ飽きてもうみんなね見なくなっちゃうでもうただのねやっぱ嫌われ者になっちゃうんだ,よねだからあの炎上商法っていうのはもう最初の方まだからそうまだねあのそんなにこう名前も売れてないし で登録者もこう伸びていない時にやるんだったらいいんだけど登録者がこう伸び始めてであの再生数も稼ぎ始めてそこでまた炎上商法をやるのってのはあんまりね意味がない、まあ、無意味だったりとかするんだよねでだからまあヘズマリュウはまあその早期に方向転換した方がいいとは思ってるんだよね。まあ、ただまあそのヘズマリュ自身がででききるかかないかそこはもうヘズマリューの腕次第だと思う で、なんだかんだまあヘズマ竜って今まあだからまあ俺がねまあその言ったところでヘズマ竜自身がねいやーこんな水ミズニャンなんてねあの過疎のやつに言われたかないよって思うのはまあわかるんだけれどでもやっぱりねまあ、僕自身もね長く YouTube やってるのでまあねそこはねあのー、まあ、言ってしまえば老害の意見としてね あのまあ、聞いてもらえたらなって思ってて思るる節はあるんだよね、まあ、ただやっぱり、まあ、ヘズマリュー自身は、まあ、俺は多分これこれないんじゃないかなと思ってるの腕がだから、まあ、これからもこうどん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 まあエスカレートしていってで炎上炎上を繰り返していくけど、まあ、最終的には、まあ、ちょっとね、えー、チャンネル登録者数の伸びも、まあ、ある程度のところで止まるんじゃないかなとは思ってるんだよねでやっぱりさまあその。 これね、炎上商法って実はかなりこうリスクがあるやり方ででもちろんさやっぱりなんでヘズマリューがさ再生数をあそこまでこう稼ぎたいだから迷惑行為をするのかって言ったらそれはさやっぱ収益のためなんだよ YouTube の。でただ炎上商法っていうのはこれ Google も結構厳しくチェックをしててで収益が、まあ、止められることってあるんだよねだから、まあ、より人なんか結構ギリギリのところでやってたりするの。 ヘズマリュウとかはああやってまあ人に迷惑をかけたりとか特にまあその一般市民の人とかいるじゃないああいう人もまあネタにしたりとかして、まあ、その動画を撮ってたり,たりとかするから、まあ、ワンチャンねあ,のああいうのがグーグルのアドセンスの規約に引っかかったりとかしてで収益を停止、ね、あのさせられる可能性とかも大だったりするの。 でそうなってくるとヘズマリューからしたら炎上商法をやってたことに、まあ、すごく後悔すると思うからだからまあ早い段階で、まあ、シフトチェンジをやっていった方がいいよっていうのはそこだったりとかするんだよねで、まあ、僕自身ねあの今さっきヘズマリューのこう動画何本か見たんだけど、まあ、広告ついてない動画も多かったしてか広告ついてなかったんだ俺が見てた動画もしかしたら収益化停止されてんじゃないかなってね俺思うんだよね。 だからまあ収益化停止されてるってことはもう正直言ってまあヘズマリュウも積んだなって思うんだけどまあただやっぱりねまあヘズマリュウ自身もま,あまだまだこう数字は稼ぎたいだろうしまあみんなからこうちやほやされてねそのねまあちやほやされるこう快感味わいたいだろうからまあまだこう迷惑行為を続けていくと思うけどもうそろそろねやめた方がいいと思う。 さすがにやっぱりヘズマリュウの迷惑行為にまあ怒ってる YouTuber とかはいると思うしね、まあ、結局そのあれだけやっぱねあのいろんな人を怒らせるってことは最終的にはこう自分の首を絞めることになるから、まあ、それはねあの今後自分が YouTube やっていく上において、まあ、すごく、ね、あのリスキーなことだと思うから、まあ、俺はやめた方がいいんじゃないかなというふうにまあ思ってます。 でまあ、そんな感じでね、えーまあ、この動画、えー、見てもらってありがとうございました。この動画見ていいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。以上、みずにゃんでした。本日の動画ご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあね。